サポートお願いします、はい、あ、ちょっと待って、体重を測ってる今4000ちょっと万歳してもらっていい？おし、もう手がだいぶできてるんだよ。はい、楽にしてください。ちょっと身体検査していきますね。ほんで、最初の手術が29日目で、はい、2回目の手術が15日目です、はい、もう1週間つけちゃうんですか？あ、わかりました。ここの背中のなんかかさぶたみたいな注射のあれですね。ほんとだ、注射のあったね。ここもさ、注射のあったね、これママじゃない、ママ間違えた。ここも、はい、このかさぶた銀温水を1日2回ぐらいつけて、こうやって拭き取ってもらえます？はい、大体でいいよ。あと肛門絞りがちょっと難しくて、難しい、できなくて難しい。ちょっとね、マスターしてほしいんだよね、なんとかね。で、今からは私がやっちゃうと終わっちゃうんで、はい、右利き、右利きです。だからこっちからから、ね、左で尻尾持ち上げて、で、ここね、ここじゃなくてこの辺、この辺触るとなんか膨らんでるの分かる？あ、わかりました、うん、そこを目指して両サイドからギュッと、あれだ、なるほど、4の場所、はい、で、こんだけじゃないんです。ちょっとお尻こっちに入れて、この辺では出ないんで、あ、今ちょうど穴が出てる、穴がここ、はい、あ、反対側はちょっと見えないけど、ここと反対側の場所、そのここに出口があるんで、ね、結構根元の方がね、根元じゃないかな、うん、こうやってやるとすごい出るんです。ほら、ほんとだ。これをですね、来た時はさ、絶対やりますけど、はい、これ1週間も経ってないでしょ？経ってないですね。やってるんですけど、出てこない、出ないんですよね。出ないんですよね。なかなか難しいんです、うん、まだでもこの子ね、痩せてる子は出しやすいんです。あ、太ってる子は出しにくいんだけど、多分ね、結構手前の方でやってるような気がするから、ちょっと拭きます、はい、汚いというか臭いから、ね、よいしょ。だからまずポイントは、はい、尻尾をかけて持ち上げること。そうすると持ち上げると肛門がこちらに来ますよね、はい、それでここじゃなくてこの辺です。でも今なんとなく触った感じは、なんかぼやんぼやんとしてたんでしょう、はい、で、まだ出るもんね、まだ出る。ちょっと待って、まだ出る。私がやってもその 100% だって出るわけじゃないからさ、ごめんね、これぐらいしてくれ、最後ね、もうかすかにね、どうして受けられるから、もしちょっと抗戦照射を持ってきて、あ、先にじゃあ通らせて、はい、じゃあもう風倉さん、お待たせしました。この傷、はい、
それとお尻、はい、それから口開けなかったか、まあ、先に傷やって、はい、ちょっと口のチェックしないじゃん。匂ってないね。あのお薬は飲めます？あ、飲んでます。あのちょっとふやかして、ふやかして、はい、食べちゃいます。食べちゃいます。はい。それからあと耳、ごめんね、ごめんね、ごめんね。まあ耳はもう大丈夫なんですけどね。それから、あ、ごめん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 、デンタルケアもやらせてください。これはどうです、歯磨きは。歯磨きも奥歯が難しい、難しいです。入っていかないです、歯ブラシが。あれ、なんか引っかかってるの。この辺はやりやすいですね。やりやすい。で、今度はここをちょっとこういう感じ。そうです、ここがちょっと持ってかないといけないね、うん、ここをちょっとこう潜らせないといけないですよね。いいですかね。こちらもちょっと潜り込ませて、口は開けさせない。あ、なるほど。閉じといて、それで外が歯の表面と歯周ポケット、うん、で、できたら今度歯の裏、特に前歯の裏が、うん、歯の裏はなかなか大変大変だけど、まあ、とりあえず前歯の裏だけはしっかりやって、はい、あとはちょっと噛ませるような感じで、はい、ごめんね、嫌ですよね。でもこれも当初よりはだいぶ慣れたよね。まだあの口の中に入れる液体は残ってるんですか？だから粉薬だけ1週間分出しますから、はい、まだ残っ粉薬も残ってるかな。でもほぼほぼないぐらいかな、はい、あ、あとお尻やった。口も入れるんだよ。まあいいや、 お尻まだやってないので、やって。あ、やりました。うん、口やろう。じゃあ薬1週間出します、ね。はい、それとね、はい、ちょっとサンプルを出したいんで、これをね、はい、1日して1粒。カプセル、1カプセルになってます。まあ、ご飯と一緒に行くのがいいんだけど、まあ、今は多分直接飲ませちゃいますね。直接飲ませると口の奥にちょっと入れて飲んだりとか。一応それです。水ってさ、はい、あの銀を飲んでます。はい、飲んでます。
カネカっていう会社の還元型コエンザイムを聞いてね、まあ、動物用のサプリメントなんですね。まあ人間でもあのエネルギーを作る、エネルギー産生に関わる重要なものなんです、うん、でまあもし見えたら見てもらうといいんだけど、要はコエンザイム Q10 でもさ、そのなんていうの、酸化型と還元型とあるらしくて、酸化型だと一回還元型に変わってからじゃないと効かないんだそうですね。でまあ最初から酸化型じゃないや、還元型になってからすぐ効くよと。で人においては心臓病とかね、高血圧とか糖尿病とかパーキンソン病、それからALS ってなんかちょっと国会議員になった人いましたね立てないような人、それから高脂血症とか何これ動脈硬化、喘息、男性不妊症、筋ジストロフィー、がん、偏頭痛、歯周病、免疫力が低下、運動能力が下がってる、慢性疲労、老人性、なんて書いてあるのこれ見えない、難聴か、シワ老化、認知症と。でまあ要はミトコンドリアを元気にする、ミトコンドリアというのはエネルギーを作る細胞の中の組織なんですけども、まあ、そのミトコンドリアの機能を高めてエネルギーをたくさん出す、そういう子で、特にこの子ちょっと、ま、ワンちゃんで聞くのがミニチュアダックス、14歳以上の子、まだそこまで行ってないんだけど、この子ちょっと免疫力低いじゃないですか、はいはいはい、だからで14歳以上でなんかヘロヘロしてて毛も薄くなってきてるような子に使うと見た目が毛づやが良くなるから分かりやすいんですけども、まあこれでこの子も毛はしっかり生えてるんだけど、1回2週間試しても変わらんかったら別に続ける必要ないです。あ、分かりました。だからまあ一応サンプルで私少しもらったんで1ヶ月こう続けてみたってください。でまあもしね、例えばこれ飲み始めてからさ、うんちが緩いとか吐くとか、変わったことだったら止めてそうだ。多分ないと思いますけど、はい、これはこれと一緒に、ね。ありがとうございます。で今日は今飲ませましたからね。はい、ありがとうございます。でそれとは別にあのいつもこの間の抗生剤とかね、はい、それに実際出しておきますからね。はい、はい、じゃあ OK です。はい。あ、また来一週間後。1週間後で、それが消える前に来てください。あ、わかりました。はい、お願いします。ください。あ、そうか、ごめんなさい。ラピちゃんごめんなさい。写真を撮っとかなあかんのだ、ラピちゃんの。写真。ラピちゃん。サンプルなんで、写真を飲む前と1ヶ月後の写真を撮ってくれと言われてるんで。ちょっと待って、顔こっち向けてくれ。あやこちゃん、こっち向いて顔。嫌がってるね。これでいいか。まあ、それでもいいか。まあ、こっちから行こう。難しいな。ちょっとこの止め。